はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、最終ラインで相手のフォワードが足が速かった時、ディフェンスの方が足が遅い時、どうしたらいいでしょうかという話をやろうかなと。例えば、じゃあ北さんがそっち側でフォワードでいます。ね。で、さらにここで、じゃあ寺谷さん、ちょっと、マーク。して、で、ゴールここね。で、この、北さんがめちゃくちゃ早いよと、なった時どうしようって話です。で、この時どう？マークとかだったらなんか、どういう風に突こうかなってある？考えたことない。ない。考えたことありそうな人いるんですよ。ちょっと、じわじわ出てくるよ。ちょっと、やってやってあっち。いいよ、はい。ほら、マーク。めちゃくちゃ速い北さんがフォワードです、はい、どうしますか？どうし、もう派手に抜かれて、その大きく球出たところをセンターの人にカバーしてもらう。まあ派手に抜かれてってちょっとまずいですけどね。まあほら北さんがまだボールを持ってないじゃない、あえて寺谷さんがパサーね、この時にこの状況だったらパス出すよね。ね、で俺じゃあ最終ラインでディフェンス仲間だよって時に、俺だったらこれね、ここに期待したくないのよ。だって足遅いんでしょ。はい、だったらここでライン上げろって言って、ライン上げてね、オフサイドにかかるよねっていう形をまず1回でも作ってあげる。そうすると北さんってどうする？下がるよね。またさっき北さんがそこでさっきの位置、寺谷さんどう？パス出せますか？出せないよね。そうしたらちょっと迷うじゃない、ね、まずボールの蹴る方だっていいタイミングで蹴れなくなる。出してくれてもオフサイド。そうすると北さんがまだ戻ったりするじゃん。そうしたらまあ俺らはまた普通にこれで裏取られにくくなってきますよね。ね、ただここで大事なのはライン上げます、ね、今みたいになる可能性ある。でここで上手だとやられるんで絶対裏出るよね。裏ちょっと出してみて、出る時にここの俺のポジションなんだよ大事なの。このポジションの選手が米谷さんと一緒にこうやって正面向いてるやつ多いのよ、ね、その時ちゃんとちょっとでも一緒に上がった後に次斜めにカバーで走る用意してあったら対応できるじゃない。ね。でもこれは米谷さん自身ももう一回行くよ。はい、こっち下がって。下がって。下がって、上がった後にちゃんとはい、次行くよって体勢さえできてれば、用意ドンで競争になるよね。で、長いパス出たら最悪キーパーのカバーリングも期待できると。だからそこで気持ちよくただ、はい、後ろ下がっ て、下がったまんまで、このまんまで気持ちよく、ね、好き勝手に走らせるってことをさせないと。ね、足元に出さす分にはまあしょうがねえやってのもあるんだけど、ね、一対一にするんじゃなくて簡単に、ここで、はい、上がっちゃおうぜ。でもちゃんと、はい、下がるんだよ。ちゃんとラインのコントロールをしながら、カバーリングをしながらやっていくだけで、ただ走るだけじゃなくなるよね。ね。ボール持ったって言って、よーい、どうぞ、ただ走っていったら、俺ら、はい、ライン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 。ね、今、奥さんとないよ、遅いから。今、遅かったよね。ね。ここで、はい、上がるってなったら、ほら、奥さんとって可能性出てきますよね。だから、この辺を、なんだろう、まあもちろんリスクはあるんだけど、駆け引きはしておかないと、好き勝手に何でもかんでも、基本的にこう言ったらあれなんだけど、足の速いこと結構単細胞なの多いんですよ。ただ走ればいいと思ってるから、意外とこういう風に駆け引きやると、ね、こういうことしてると嫌になってくれるやつ多いんですよ。ここで駆け引きで一緒に、例えばだよ、ここの選手が一緒になって、そっちに最初ラインやって。一緒になってバックステップして走れるってやついたら、そんな選手基本的にいませんね。中学校レベルね。そんな賢いやつあんまいないよね、足速くてね。
そういう感じなんで、ぜひ、足速いやつらマンツーでやらすっていうよりは、組織で守るっていうのも入れてあげると、より、サッカーの奥深さが出てくるからと。あれ、遅い人でも別にやっていいんですか？やっていいですよ。はい。さっきの、まあ、北さんのポジションの人が、まあ、仮に遅くても一応は。やってもいい。上げるだけ上げても、まあ。相手が遅くてもね。やってみる価値はあるってことなんですね。でもやらないといけないですよね。なんでって言ったら、セカンドボール、中盤のボールの奪い合い、ルーズボールの奪い合いで、間延びしちゃってると不利になるから。はい。だから今これはあんまやらないチーム多いよね。ラインのコントロールだとか、そのスペースを埋めていくだとか。だから相当リスクはあるんだけど、やっぱそのラインコントロールをしっかりやっていくと、中盤の選手が楽になるというところまで知ってもらえるといいかなと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。